取り忘れにご注意ください。ありがとうございました。ゴー！さらば諭吉！私と秀吉との距離はどれほどですか？
私の首の心配より合戦の支度でもなされよ半蔵殿。歌舞伎ごめんボーナス2400日本中の男たちが大戦に集まる。これを見なきゃ一生後悔するぞ。下げ条件がある。ふんどしだけはいつも綺麗にしておけ。歌舞伎ごめんボーナー終了も。あ、これ活版でもええの？ああ、もちろんだ。どれか？このたわけみが、そっくり叩き落として四条川にさらしてくれるわ。
しければ。はい、ということでね、まあ、パチンコでいい感じで2万1000円買ったので、そのお金をオールインさせていただきました。本日、琵琶湖第8です。今日、しとくんがね、まあ、MC という形でやってるんですけど、まあ、ちょっと今日僕はお休みをいただいて、まあ、せっかくね、僕もなんか琵琶湖やりたいんで、ちょっとね、ちょっとまあ、かけてみようかなっていうところで、パチンコで買ったがね、全部、この1列にオールインさせていただきました。お豆うた選手とね、勝浦選手、そして土屋選手、平山選手と、もうね、ブヒオタにはもうたまらん一戦ですよ。落合選手に茶谷選手と。はい、ということで、もう2万1戦オールインしたからな。一番怖いのはちょっと、ね、平山選手絡みをね、1着2着にしなかったのがちょっと怖いんですけど、まあ、真帆ちゃん多分やってくれるだろうって、多分1遅れんじゃねえかなってとこなんですけど、さあ行ってみましょう。いいよ。1遅れた。いいね。そう。で、真帆ちゃんまくって、刺されても大丈夫。3人も勝ってる。よし！よし！いったんじゃないか。いいよ。7万。7万ぐらい返ってくるよ、これ。いやー、平山選手怖いな。平山選手が怖いな。真帆ちゃん握って。握って逃げて。大丈夫。あなたならできる。逃げ、逃げ、逃げ。そう、よし！よし！よし、真帆ちゃん、いけ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 、くー、これ大丈夫じゃない？真帆ちゃん、いけるよ。いやー、怖い怖い、平山選手が、平山選手が怖い、ちゃんといけ、もう嘘でしょ。真帆ちゃん、真帆ちゃんもういらっしゃらない？どこ？うわー、やっぱ3、4抑える。やっちゃった、真帆ちゃん、あなた。何もなかったじゃない。なんで焦っちゃったの？家賃払えそうだったのにさ。2週1マークまで家賃払えそうだったのにさ。そこそこいい配当ついてるなぁ、おい。寝よ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。